ちゃ。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。緊急検証です。YouTube ライブやった後にね。そうです。先ほどまで我々、はい、今日のね、はい、巨人広島戦の、はい、実はナイターの生配信をしていたんですが、 その中で非常にコメントというか質問が多く来てたものがあります、はいはい、ちょっと緊急ということで。緊急ね。はい、はい、巨人の中田翔選手、はい、なんで不調なんですかという質問が非常に多かったんです今日。まあ、体自体だとか、はい、そういうものっていうのは、はい、そんなに悪くないんだよね、はい、で、まあ、昨年ああいうような感じで入団してきて、うん、まあ、1年空けて、はい、まあ、秋色とかと自主トレをして、うん、まあ、体重も戻し、まあ、心身ともにリフレッシュしてスタートしたんだけどさ、はい、まず何が悪いかっていうと、うん、体重結果が出なかったということだよね、うん、それに伴っての焦り、まあ、そういうものがあるっていうのと、で、日本ハムの時っていうのは率を言われなかったのよ。2割2、3分だったの、中田がね。で、その中でも打点を取ったりだとか、はい、勝負どころで打てばいいっていうふうに、ん、育てられてるんだよね、日本ハムで。これまでにはそうそう、はい、でも巨人ではさ、はい、それでは使えないんだよ、うん、それを中田は分かってる。巨人の中田選手に求められてるっていうことは何あ、だから最低でも2割5分以上、はい、でホームランも打って30本、うんうん、で、まあ、100打点近いものが求められてるっていうふうに多分自分でも思ってると思うんだけど、うん、岡本の後を打ったでしょ、はい、でその中で2割2、3分では困るわけよ巨人も、うん、使う方としても。だそれを分かる中田がいて、それを上げようとしたばっかりにバッティングが小さくなってるんだよね。で、小さくなるとどういうことになるかというと、打球が飛ばなくなったりだとか、うん、そう、打球にドライブがかかったりとかするんだけども、はい、まあ、それじゃやっぱ困るわ。やっぱ彼はホームランも打ちたいし打点も取りたいって、うん、で、技術的なことを言えば、はい、こうやって構えて別に全然悪くないんだよ。去年までは前に出されてたから、はい、でも今年は後ろに残そうとして、うん、煽りがきつくなってで後ろに残って回転しようとすると、うん、前に乗った時よりも開きが早くなるんだよ、はい、分かる？こっちの肩が開く、うん、こっちバットを出さなきゃいけない。このバットを出すのに早く出さなきゃいけないっていうような中田は分かってるから、うん、こねるんだよ。こねて力を使うんだ。力を使うと余計にバットのヘッドの走りっていうのは悪くなる、うん、だから悪循環がどんどん生まれてきてるんだよね。あ、で今日8番でしょ。今日そうなんです、8番なんです。そうでしょ、はい、で彼はやっぱりどのチームにいても高校の時から責任のある場所を任されてきたわけよ、うん、はい、8番スタートだったら多分モチベーションちょっと上がらないと思うよ。それはやっぱり巨人にいてもやっぱ8番ってなってくるとそうなりますか、中田選手。俺太陽の時にさ、はい、調子悪くて、まあ、ずっと1番が3番打ってきて、うん、シートノックの時に1番から名前言っていくでしょ、はい、今日俺スタートじゃないのかなと思いながらシートノック受けてたのね、うん、そしたら8番セカンド高木って、うん、もうなんかシートノックやめてベンチ帰ろうかなって思ったぐらいテンションが下がったわけよ、はい、まあまあ中田はああいう経緯でね巨人に入ってるから、うん、まあ、そんなことを思っちゃいけないんだけども、はい、でもやっぱこう8番ファースト中田翔、うん、やっぱちょっと響くよね、心にね。そう思わないかもわからないけど響くというね。で今日の打席を見ていて、そしてさらにどんな、いやだから8番に対しての不快感っていうのは、うん、感じさせない、うん、やっぱりやらなきゃいけないという投手にみなぎってる、はい、そういう姿は見えたけども、うん、やっぱどうしても技術的にもう少し前に乗っていきながら振れば、はい、もっと大きく振れるのに、うん、ここでこうやってこねてるからここだけしかないわけよ、はい、ここでこうやって振ったら大きいでしょ、はい、岡本を見てるとよくわかるよ、うん、岡本と中田の違いっていう、うん、岡本は悪くてもこうやってやらないもん、うん、やっぱりこう真ん中で回ろうとしてるから打てるけど、はい、で打球が前に飛んで遠くへと、うん、で力的には中田も岡本も変わらないはずなんだよ、はい、でミート力もまあ、岡本の方がちょっと上かも上がらないけども、うん、そんなに遜色ない。でもそういう結果に現れるっていうのはやっぱこう技術的なこともあるよね。
それはオープン戦の時あれだけ調子が良かったのはその打ち方ではなかったってことなんですか。オープン戦は6番でスタートでしょ、岡本の次じゃなかったから、はい、まあ、うまくスタートも切れて、で、まあ、結果を問われないオープン戦では、はい、その中で結果を出したという、うん、それだけの話なんです。だから本チャンでやっぱり求められる選手だから、はい、だからそこに力みが入ったりだとか、うん、それは調子が悪くなったからもっと力んだよ、うん、で前に突っ込むなって言われてるんだろうな、余計に突っ込めないから体が開くというね、本当に悪循環になっちゃう、まあ、悪循環だよね。あとやっぱりその、まあ、重圧というか精神的なものもそうさせてる一つの要因というか、うん、だからそういう選手っていうのをさ、はい、こっち正面向いてる、はい、右打ちでこう構えてて、うん、はい、でこっちに打つよね、うん、この正面でこうやって投げてふっと振らしたらいいんだよ。あ、そしたら軸で回れるから、はい、こうやって向こうからここに投げてもらうから、でここで払うような感じでティーバッティングをやると、はい、まあ、解消されていくよ、まあ、本来の状態、体のその使い方というか、ね、うん、で正面から来ると煽らないから、あ、こういうふうにいかないってことですね。いかない、いかない、いったら空振りしたら自分に当たるわけだから。そうですよね、うん、だからいかないから、そのレベルにしろとは言わないけど、はい、煽っても多少煽ってもいいけども、うん、ね、だけどもあのなんていうの、正面から投げられるとそういうことが少しずつ改善される。これ今日8番だったんですけれども、はい、これ原監督は田畑選手結果が出るまでその8番レギュラーで掴んであれば8番なのか、それとも、まあ、調子が上がるまでは8番だろうね。例えばその1試合でポンと打ったからといってすぐに打順を上げることはしない。いや、ただ打ち方だよ。あ、戻ったと思えば、はい、そのまま続くような選手だから、うん、あ、戻ったと思えばあの5番か6番に戻してもいいけど、はい、8番でも使おうとしてるんだよ原監督は。だから期待はしてるんだよ、はい、8番だと他の選手入れたって一緒だからさ、うんうん、ね、だけど8番でも中田を再生したいと思ってる、これが親心なんだよ原監督の、はい、だからまあ復活しないとね早くね。そうですね、今日もね、うん、チャンスのところで回ってきてね、ちょっと、うん、あのヒットにならなかったので、まあ、いい感じではあるけど、はい、あれは捉えなきゃいけないボールだからね。そしてあの今日対戦した広島でも、はい、同じくちょっと調子が今上がってこないのが、うん、小園選手とかあと宇草選手あたりも、まあ、そうだね、はい、まあ、小園はねやっぱ結果を欲しがる、うん、だから当て逃げとか、はい、バットをよくしっかり振ろうとしてるけど、はい、振った後にすぐ走らなきゃいけないとか、つまりどういうふうなフォームになっちゃうんですか。だから右バッターは、はい、当てに行って走り打ちしようとしても、うん、体が開かないんだよ。なんでかっていうと一塁が向こうにあるから。あ、そうか、向かいですね。だって開いたら逆に走り打ちができなくなっちゃう。だから走り打ちっていうか、うん、こう前突っ込んでってこうやって体重が前に乗ってもいいわけよ、うんうん、でも左がそれをやると完全に後ろ側に走っていくわけだから、うん、体が開いた状態で振りにかかってるっていうようなことなの。それ、あ、そのいわゆる当て逃げというか、うん、振りをすぐ走りたいっていう衝動っていうのはそういうどこか。だから内野安打でも欲しいとかさ、だから結果が欲しいって、はい、だからもう打ったらすぐ走らなきゃいけないみたいな、うん、まあ、そういうことになってるから完結しなさいと打席の中で、はい、振り切ってフリーバッティングの時っていうのは別に打てないことはないと思うんだよ。これなんで打てないことはないかっていうと、うん、走る作業がないから、はい、その場で止まって打てるからちゃんと打てるわけ、はい、だからそれをやればいいのに、うん、結果欲しいかパーって体が開いても振りにかかるから全く打てないね。あのままじゃ絶対打てない。そうですね、結果だから走って塁に出ることもできなくなってしまってるってことですもんね。 それにはきちんとその走ることよりも打つことにまずその専念とか、そうそうそう、だから外のボールはセンターに返しなさいって、うんうん、外のボールを流すなよって、うんうん、外のボールを引っ張れよって言ったら、うん、引っ張るというかセンターに持っていけよって言ったら、はい、体は残るから、うんうん、これが流してもいいんだと思ったら開くから、はい、バットをヘッドを遅らせるから、うん、そうじゃなくて外のボールをセンターに返せって言ったら開けないから、はい、だからそういうふうな教え方をするという。なんか小園選手見ててほしいですねこの YouTube 見てんじゃないの小園は。あ、本当ですか。なんか見ててね、うん、あっと思ってなんかこれで変わったら豊さんが、うん、まさにアドバイスしたかな。だから練習の時からやっぱ直す意識を持たなきゃいけない、うん、その意識の持ち方っていうのは外のボールをしっかりセンターに打ち返すピッチャーの方向に、うんうん、それができるようになってくると直ってくるのと、はい、やっぱティーバッティングの時は中田翔は真ん中にこうやって投げてこう払う、
その打ち方をやれ思ったけど、はい、やるといいと思ったけど、うん、小園は左足に乗せて止める、うん、一本足、はい、左足一本足じゃなくて右足一本足でこうやって打たす、開かないようにするとそしたらね絶対開けないんだよ。で右の壁が残るから開きようがなくなるんだよ、はい、確かにそうですね、だからそれをやらす、おだもうこの2選手ともちょっとしたそういうきっかけで必ず復調というか状態を上がってくるってことですね。絶対なると思う。逆にこのきっかけを使うじゃあ俺に1週間預けてくれって、おベストで戻すからぜひ豊か塾やられたいや本当に本当、ね、いや本当に俺小園なんか一発で直す自信があるよ。皆さんカーブの球場行って、うん、なんか臨時コーチじゃないですけど意味もなく降りてくださいよ練習中に。いや降りても教えられない、ビチバッティングコーチがいる。ああまあそうか。でも、はい、小園見てると、まあ、タイプ的にはまあまあ、はい、同じ右投げ左打ちで似てるから、はい、もう一発で直しちゃう。だからこのきっかけ、中田翔はホームランバッターだからなかなかわからない感染のところはあるけども、はい、小園なんか一発で直しどなたか小園選手の、ね、知り合いがいらっしゃったらこの動画を、ね、見るように進めてもらって、もしかしたらこの動画をアップした本当翌々日ぐらいから急にそのようなバッティングに変わる可能性もなきにしもあらずですよね。見ててくれたら、まあまあそれで治ってくれたらいいけどな、ね、本当に見てくれたら確かに、うん、でもそういう本当にちょっとしたきっかけさえあればいやもうね、うん、だから不調はやっぱり練習で治さなきゃいけないし、はい、だからその練習のやり方っていうのがあるんだよね、うん、ただ特打ちをやるとか、はい、ただこう体をいじめるとか、うん、そんなこと言ったって治んないんだよ、うん、でね疲労も伴って開きが来てるとか、うん、精神的なこう苦痛でね、体が持たないとか、はいろいろあるんだよね、うん、だからその原因もしっかり聞いてあげて、うん、コーチが、うん、で教えてあげないと、はい、じゃあこれだけやろうって、うん、もうピンポイントで直せるから。そうですよね、うん、ただやみくもに何かね全然違うことをずっとやるよりかは、うん、本当にこのちょこっとしたピンポイントで直せるんだったらそっちの方がいいですか、ね、小僧なんか何でもかんでも振るからね、どうやったって抑えられる。ピッチャーはそう思っちゃいますね。そうバッテリーは怖いバッターだけど、うん、どこ投げても振るんだから、じゃあボール投げとくっていうことになる。そうですよね、簡単にボールはヒットにならないよ、ね、なかなかね。やっぱだから両選手ともやっぱり結果が欲しいっていうことが焦りとしてこういうふうにつながってる可能性もある、ね。うん、まあ、結果が欲しいっていうのは、うん、もうその欲だからさ、うんうん、欲は捨てろって、うん、今の状態を考えろって、1本打つのがやっとだろって、じゃあその1本を4打席かけて打ちに行け。そうです、ね、だから1本出たら2本出るようになるから、3本なるから、うん、ね、もう何でもかんでも振ってるから。そうですよね、目先のその1本じゃなくて4打席の中での最初は1本でもいいから、いいんだ、結果じゃなくて欲を捨てて打席に入った方がいいと、うん、まあ、そうそうそう、いうことですね。そうそうそう、はい、わかりました、はい。